City Pop Collection. The City Pop Collection melts into it before life. The program introduces trendy music. City Pop Collection.皆さんご機嫌いかがでしょうか。ルーシンザルームのみーです。シティポップコレクション、この番組は70年代から80年代にかけて生まれたシティポップ、その専門番組です。この番組では都会的なグルーヴ感満載のシティポップをお送りしています。今月2月は音楽と旅のライター栗本仁さんと一緒にお送りしますが、栗本さんは後ほどお迎えします。暦の上では春に近づいていますが、まだまだ東北では冬の寒さが厳しいですね。私寒さに本当に弱くて、寒いのすっごい嫌いなんですけど、猫を飼ってるんですよ。で、猫ってめちゃめちゃあったかいんですよね。寝るときとかお昼寝するときとかに布団に入ってると中に潜り込んできて一緒に寝るんですけど、本当に湯たんぽみたいにあったかくて、ちょっと私は猫たんぽって呼んでるんですけど、皆さんもあの猫とか飼ってたらね、あのぜひ一緒に寝て猫たんぽにしてほしいなと思います。ワンちゃんでもそうかな、犬でもあったかいんじゃないでしょうか。あと東北だとこたつがあるじゃないですか。あれって結構東北だと必ずあるのかな。もう私は関東に住んでいるので家にはないんですけど、福島に住んでいるおばあちゃんのお家とかに行くとのこたつがあって、そこでポカポカ温まるのがすごく好きなので、なんか冬にこたつがあるのって羨ましいななんて思ったりしますが、ということで今日も寒いですが最後までよろしくお願いします。ではまずは私の選曲で1曲目お送りしたいと思います。もう以前も1曲おかけしたんですけど、ブレッド&バターのピンクシャドウという曲をおかけしたいと思います。山下達郎さんのカバーでも、まあ、有名ですけど、結構なんですかね、ティンパンアレーの方々が参加してたり、のサビの決めがすごい好きなんですよね。なんか普通だったらサビの真ん中あたりに来そうな決めが頭で出てきちゃうっていうのがすごいおしゃれで、愛してるよっていう言葉がすごく軽やかに聞こえるのが素敵だなと思います。それではお聴きください。ブレッド&バターでピンクシャドウ。してるよ。
送りした曲はブレッド&バターでピンクシャドウでした。続いては岩崎宏美さんのナンバー、ストリートダンサーです。アイドルっていうイメージもありますけど、栗本仁さんの著書シティポップの基本がこの100枚でわかるによりますと、この曲が収録されているアルバムのウィッシュは1980年リリースの岩崎宏美さん初の海外レコーディングアルバムということで、海外のミュージシャンが多く参加しているそうですね。ではお聴きください。岩崎宏美でストリートダンサー。舞台になっている曲ですけど、ちょっとこのリゾート感も感じられて、すごい不思議な雰囲気というか素敵な楽曲だと思います。お送りした曲は岩崎宏美でストリートダンサーでした。City Pop Collection. The City Pop Collection melts into it before life. The program introduces trendy music. City Pop Collection.はい、続いてはリクエストナンバーです。仙台市青葉区にお住まいのラジオネーム夏美さんからメッセージいただきました。みーさん、コメンテーターのどちらかな、今日は栗本仁さんです。こんばんは、初メールです。シティポップはどこかおしゃれという雰囲気でとても好きです。
中学生の頃、矢野顕子さんが YMO の海外ライブで楽しく弾いている姿を見てファンになりました。矢野顕子さんというとシティポップの部類に入るか分かりませんが、独特な歌い方は引き込まれます。デビューアルバムから電話線をリクエストします。では毎週楽しみにしていますというメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、とても分かります。独特な歌い方、なんかすごくちょっと何ですかね、聞き手をなんか遊んでるというか、なんか遊ばれてるような気持ちになるというか、すごい遊び心が満載な歌い方もすごい好きですし、アレンジとかでもそうですけど、楽曲にやっぱり矢野顕子さんらしさというか、そういう遊び心みたいなのもアレンジの面でも出てるので、聴きどころが満載だなと思います。それではお送りしましょう。1976年矢野顕子さんのデビューアルバムジャパニーズガールから電話線。白い声を乗せた電話線は夢中で空をかけてゆくの。山吹色の気流に乗ってスミレ色の湖を越えてあららら、てるるてるる、あなたの耳へ。どんなに遠く離れていても、私の心はついてゆく。あなたを守るため、あなたを包むため、選んでもらうため、溢れてるって、あなたの耳へ。舞い落ちた涙をかき集めて手のひらに乗せて、私にください。暖かな歌を歌ってあげるから。かなテーマですけど、なんか矢野顕子さんの手にかかるとすごいスケールが大きくなるというか、宇宙にまで発展してしまうような感じがしますね。お送りした曲は矢野顕子で電話線でした。シティポップコレクション。Personality are me of Lucy in the room and Hitoshi Kurumoto. シティポップコレクション。シティポップコレクション。ナビゲートはルーシンザルームのミーがお送りしています。ではここからは今日のスペシャリスト栗本仁さんをお迎えします。はい、旅と音楽のライター栗本仁です。よろしくお願いします。お願いします。今回2月はこういう形で途中から栗本さんに登場いただくっていう、はい、遅刻したわけじゃないですよ。あ、違うんですか。違いますよ、違いますよ。あ、なんだ、電車遅れてたとか。ずっと待ってたんですよ。待ちくたびれてましたか。はい、待ちくたびれてました。やっとご登場いただきましたけど、はい、1曲目のピンクシャドウ。あ、ピンクシャドウね、はい、あれはもうシティポップ黎明期っていうんですかね。はいはいはい。70年代頭なので、始まった頃。そうでね、あの曲面白いのは何回もこうリメイクされてるんですよ。うん、そうですよね。そうそうそう、いろんなバージョンあったりします、ね、結構面白いですね。で、僕が好きなのはカーネーションと一緒に90年代にありますね、やってるやつが、あれがかっこいいんですよね、はい、そっちもまたね、いつかここでかけられたなと思います。はい、そうですね、はい、じゃあピンクシャドウ祭りを
いつか。いいかもしれないですね。しましょうか。もうピンクシャドウ、ありったけのピンクシャドウをかける。ちょっとそういうのも面白そうですね。うん、いいかもしれない。はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。さて、栗本さんにはここでアルバムのご紹介をしていただこうかなと思いまして、はい、ちょっと構成を変えてみたんですけど、はい、今日どのアルバムをご紹介いただきましょう。今日はですね、去年の1月にお亡くなりになって、もうちょうど1年、はい以上経ちましたけれども、もうそんなに経つんですね。そうですね、高橋幸宏さん、はい、で高橋幸宏さんもたくさんいいアルバムあるんですけれども、やっぱりシティポップっていう観点から見ると、まあ、デビューというかね、あのファーストソロアルバムにあたるんですけれども、はい、さらばという名盤がありまして、はい、初めてカタカナで高橋幸宏って、そうですね、カタカナ幸宏っていうのはカタカナで、はい、まあそれが最初のアルバムで、さらばってね、さらば最初にさらばって言っちゃうんですね。そう、まあそれもかっこいいんですけど、はい、まああのさらばっていうのはなんだろう、これはね、フランス語の、あ、フランス語なんですね、うん、あのそうフランス語でさらばっていう言葉があって、はい、昔ですね、その60年代に男と女っていうちょっとおしゃれな、はいはい、あの映画があるんですよ、モノクロの、はい、それにあのサンバサラバっていう曲が使われてて、はい、それはあのフランス人なのに、はい、あのボサノバやってるピエール・バルーというミュージシャンがいて、はいはい、彼が歌ってるサンバサラバっていう曲があるんですけども、ね、多分それとかに影響されてつけたんじゃないかなっていう気はしますね。だから幸宏、はい、さん の, そのシティポップで割とウエストコーストアメリカンみたいなものが多いんですけど、はい、これはやっぱりちょっとフレンチというか、うん、ちょっとこう陰りのある、はい、スタイリッシュな感じのアルバムでとてもいいと思います。はい、はい、まあ、このアルバムの特徴としては、幸宏さんはまあボーカルとドラムを主に担当してるんですけれども、はい、ベースが全面的に細野晴臣さん、はい、でキーボードやアレンジで坂本龍一さん、はい、要はですね、このアルバム78年なんですけれども、はい、イエローマジックオーケストラ、はい、YMO の YMO です、ね、もう生まれる前夜の作品あ、なるほど、というところで、ただ YMO のああいうピコピコしたサウンドとは全くベクトルは違うんですけれども、はい、まあ、この3人が集まって作ったっていうのは、はい、すごくやっぱり根底にあるものっていうことですね、はい、そうですね、彼らのまあ美学みたいなものが全部ここに詰まってるんじゃないかなというふうに思います、はい、じゃあそれではですね、高橋幸宏さんのファーストソロアルバム、はい、さらばからタイトル曲のさらばというちょっとおしゃれなボサノバっぽい曲を聴いていただきたいと思います、はい、さらば甘い日々Oh,
高橋幸宏さんの歌声もすごく素敵ですね。ダブリングしてるんですかね、これは。どうなんでしょうね。なんかちょっとコーラスっぽいというか、シングルをちょっとなんかエフェクトかけてる感じですかね。このなんかメロウな感じもすごく。ボーカルはね、本当独特ですよね、幸宏さんね。素敵で。あとこの曲、サディスティックミカバンドで一緒だった加藤和彦さんがアコースティックギター弾いてるんですけど、はいはい、あ、そうなんですね。加藤和彦さんの影響は大きいかもしれないですね。あ、そうなんですね。ま、彼もやっぱりこういう楽曲を作ってたんで、たくさん、はい、うん、そういう意味では、まあ、あの影響されてたんじゃないかなっていう気はします。なるほど、はい、素敵な、あのストリングスとかのアレンジもすごく素敵な曲ですね、うん、お送りした曲は高橋幸宏でさらばでした。じゃあもう一曲、はい、このアルバムから聴いていただきたいんですけれども、はい、今度はねインストの曲なんですけれども、エラスティックダミーという、はい、これはまたちょっと趣向が違って、まあ、当時のディスコというか、はいはい、ファンクというかちょっとあのアッパーな感じの曲なんですけれども、はい、なんと吉田美奈子さんと山下達郎さんがコーラスで参加しているという。そうなんですね。そうなんですよ。すごいなんか贅沢ですね。すごい贅沢ですよね。インストなのに、インストなのにコーラスにその2人が参加しているという、はい、とってもファンキーな感じのかっこいい曲なんで聴いてください、はい、高橋幸宏でエラスティックダミー。
すごい不思議な雰囲気が漂う曲ですけど、そうですね、ちょっと YMO の香りがしますね。あ、確かにそう言われると、YMO っぽいかもしれない。岡本龍一さんの感じもすごく出ていて、うん、スタイリッシュな楽曲ですね、はい、お送りした曲は高橋幸宏でエラスティックダミーでした。今日はこういう形でアルバム紹介ということでね、あの高橋幸宏さんのソロも YMO もここから始まったっていう、さらばっていうアルバムからあの栗本さんにご紹介いただきましたけど、はい、どうですかアルバム、ね、こうやってなんかアルバム単位で聴いてもらうっていうのがいいかもしれないですね、はいはい、そうですね、あの他にもこれいい曲がたくさん入ってるんで、はい、そうなんですよね、うん、ぜひアルバムとして聴いてもらいたいなと思います、はい、おすすめのアルバム紹介でした。セリバTBC 東北放送共催、大和証券グループプレゼンツ、佐渡豊式新日本フィルハーモニー交響楽団 with 住野隼人、5月30日山銀県民ホールで開催、3月16日チケット発売、お問い合わせはテレビユー山形まで。 TBC 東北放送主催、八神純子ライブ君の街へ For All Living Things、 2月12日月曜祝日、名取市文化会館大ホールで開催。ただいま各プレイガイドでチケット発売中。お問い合わせは青いスタジオまで。 TBC 東北放送主催、スターダストレビューツアーブギウギワンダーレビュー、5月24日東京エレクトロンホール宮城で開催。チケットパートナーズのホームページで先行予約受付中。お問い合わせはクールマインまで。